Vanilla Sahara Pigeon Sandwich。こっちの方が全然うまい。ないとダメ。ピーです。それかハルピーか、ワンディーなんかハルピーキンサンドウィッチ。あ、反対サンドウィッチね。ガッパオサンドウィッチか。ほう、マイクイッキンサンドウィッチガッパオね。こんな存在マークレーか。中国か。パイ。สวัสดีค่ะสวัสดีครับแซนด์วิชได้ไหมคะแซนด์วิชแซนด์วิชใช่ขอบคุณค่ะเอาหนึ่งค่ะเคยสั่งแต่แอมแอปปะเคยไหมอะไรคะแอปนุ๊กสอรี่สอรี่ภาษาไทยได้นิดนึงค่ะตรงนี้จะไม่เดลิเวอรี่อ๋อแล้วนี่แค่เดลิเวอรี่หรอ ตอนนี้ยกเลิกคือนี่ไปก่อนนี่ไปขอหยุดก่อนอ๋อใช่ก็ต้องでも今日はいいんで食べないでしょวันนี้กินได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะกระเป๋าซ้ำมีอะไรบ้างคะมีหมูไก่ดูเผ็ดได้ไหมใช่ไม่ใส่พริกไหนค่ะอันไหนดีค่ะอันไหนดีมือสับไหมค่ะได้ค่ะมีโนจะไปที่ใช่ค่ะถ่ายวิดีโอได้ไหมคะถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอตอนที่ทำใช่ไหมใช่โอเคมันได้ไหมได้แซนด์วิชนมปังเซเว่นโอเคไม่เป็นไรค่ะパンはセブンで買うんだって今ได้ค่ะセブンでサンドイッチのパン買うから待っててって言われたハルピーはคนเสียเลยค่ะ
マレオカーテラサンドウィッチกระเพรานะคะอันนี้หมูสับและอันนี้ไก่นะคะอันนี้พริกใส่นิดหนึ่งนะคะโอ้ก็ขนมปังซื้อที่เซเว่นด้วยค่ะทันเลขนะคะดูดีค่ะいただきますすごい見て超半熟おいしい。あ、ちょっと待って。唐辛子が入ってたら美味しいかもしれない。って思っちゃうぐらい、なんかね、子供が好きそうな味。なんか結構甘い。予想外に甘い。でもこれさ、ルクシャイ。娘さんが考えたって言ってたけどさ、なんか学校前とかにさ、これ食べたらめっちゃいいと思う。これはタイではポピュラーなの。家で作ったりするのかな。これマジで初めて見た。でもみんな、でもタイ人ってやっぱ料理するイメージはハルピーはマジでないから作らなくない。これ屋台で見たことないよね。見たことない。初。銀アニヤさん。なんかもうすごい。くっついちゃってる。うわ、熱っ。ここ触ってみてください。全然熱くない。ここですよ。ここめっちゃ熱い。こっちの方がなんか見た目美味しそうかも。そうだね。あ、分かった。待って。こっちガパオの葉っぱ入ってないじゃん。入ってないよ。これはもうひき肉炒めだ。あ、待って。こっちの方が全然うまい。なるほど。じゃあこっちもしかしたら忘れたのかな、おばちゃん。え、だって待って。冷静に考えてみんな。ガパオってガパオの葉っぱが入ってるからガパオじゃん。で、こうガパオの葉っぱ入ってないからただのひき肉。あ、分かった。だからちょっとカメラを回させてもらったから1個目に作ったのに緊張して忘れちゃったんだよ。そうだ、これひき肉炒めだよ。これガパオじゃない。こっちがガパオ。うん、全然味がこっちの方がうまい。あ、やっぱそうなんだ。見た目もそっちの方がいいもん。見た目もいいし、今日感じたのはガパオの葉っぱってすっごい美味しいんだっていうか、なんていうの、あるのとないのとでは全然味が違う。ないとダメって感じ。これ本当にこっちの方が美味しい。しかもこれだけ、これぐらいの唐辛子だったら全然辛くないわ。ขนมปังอิ่มเร็ว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 มากเลยค่ะทุกคนค่ะและไทยทิกตอกแล้วค่ะตึ๊งตลกมากเลยค่ะสนุกดีสนุกดีใช่ไหมคะちょっとこれさ撮るために動いたらさもうお腹いっぱい。イムレオカドコン。だってこれさよく考えたらさ3枚に6枚使ってんのよパン。それお腹いっぱいになるよね。普通に朝一からこの量は食べられなかった。今日なんか日差し強いけど風がちょっとあるから涼しいね。確かに、あのなんか外で食べてても気持ちよく食べれるって感じで、めっちゃいい感じで食べれました。ということで今日はこれはお持ち帰りにして夜ご飯に食べたいと思います。なんかここのお店は、まあ、サンドイッチはもちろんあるけど他にも普通にガパオとかなんかいろいろメニューがあるみたいなのでみんなチェックしてください。でなんか今日は特別ハルピーここで食べさせてもらったけど基本デリバリー限定っぽかったんで
あのグラブとかでデリバリーしてみてください。味は本当に普通に美味しかった。ということでこの動画がちょっとでみんなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やるもごったらいごとシェアごとサブスクライブごっくりはいどういなかこうコメント言うよどういなか中間クリップならかバイバーイ。We'll be right back.